おはようございます。10月1日土曜日です。本日の水揚げ状況は、土曜日も少ないですね。はい、ということで週末土曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、お店到着です。今日もいい天気ですね。今日も一日晴れ模様っていう予想ですけどね。はい、いい土曜日になりそうです。今日もしっかり作っていきましょう。よし、はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日も頑張りましょう。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。マイクでした。みっちゃん、昨日はありがとう。おかけ美味しかった。何それ、ちょっと叩いたね。罰のなし、愛の間違い。罰の何ですか、罰って。お母さんに謝ってね。お母さん、お母さん泣きようよ、そんなこと言ったら。あの子はって。いや、そのまま流すと思う。泣きよ、お母さん。小川ちゃんのお母さんも泣くよ。小川ちゃんのお母さんも泣くよ、そんなこと言うたら。ひどい。大きいんだ。大きいんだ。一緒だ。ああ、そう。よいしょ。なんかちょっとボロボロになっちゃったね。あ、やおい味。あ、今閉めたもんな。ちょっと私でも野口とか呼び捨てできんの、そんな。呼び捨てせんよ、私は。たっちゃん、たっちゃんやってる？
たっちゃん やりなさい早く。どうかしら今日は無音無音ねえ、マイクスイッチ入れてあげたのに一言も喋らんやったら意味ないじゃん。今日は10月1日、今日から10月です。今月もよろしくお願いします。みっちゃんおかけありがとう。なんかこっちを出したみたい。ね、今日はねちょっとね特別なやつができたのでご紹介しておきます。秋鮭のね、生秋鮭のねフライのタルタルソースがけ全部手作りです。タルタルソースもお仕事終わってから食べようと思ったんだけど、うちの料理長がためないうちに食べなさいってことなので、もう冷めてるよ。自分たちにはちゃんとやってから食べようと思ったんですけど、食べなさいって言われたので食べます。食べます。もう冷めてるよ。あ、すいません。手体調悪いにちっちゃいに食べるけど、さっきバナナ食べた。我慢できます。昨日食べ過ぎたけ今日控える。昨日ね、なんか社長が見よったら20分間ずっと食べ続けよったって。ここでやろ、おかき。その後お弁当食べたんだよ、この。お弁当とパンまたもらってパン食べて。あ、うん、あ、これ、うん、いけ。火がつくやつやね。余計お腹すくね。やっぱサーモンと違う、しっとりしてる。これね、この前鍋でさ買って入れたんやけど、うん、めちゃくちゃパサパサして美味しくなかった。そう、秋鮭の生がね、こういう方がいいかもしれない。フライとかの。美味しゅうございました。美味しゅうございました。ご馳走ございます。頑張りましょう。よいしょ。じゃあ後でメロン食べるよ。後でメロン食べる。ケーキ食べる。おはようございます。みたいちょっと開けてみましょう。まず一つ目。あ、何？見て、半分真っ二つ割れた。びっくりしちゃうんだけど。なんで？ない？焼いてもないかね。
おもすばっかりなのでしっかり身が入ってますね。重たいね、美味しいね、炙りが。いや大丈夫、ネットフリックスずっと見よう。美味しいものか。今日はね、なんかね、今日はね、ちゃんぽん、ちゃんぽんしよう。わ、居酒屋で、うん、はい。ペヤングの大盛りのそば、うん、弁当、板垣の弁当でいいなし。しっかり栄養管理したヘルシー。おばあちゃん、どっちが勝つかね、五分やろうな。おばあちゃんの方が強いかね、早食い。見ものやね。できました。今日もね、しっかり身が入ってます。バッチリ。おばあちゃん何？今入れたん。入ってないじゃん。スイッチ入ってないじゃん、どんだって。今日おばあちゃんがおるけ、何かしてもらうね。もう電源入らん。勝手に出ちゃうやろ、もう。え、今入っちゃったよ。ほら、入っちゃった。駆け足のうちゃん、今日は生オクラ、生オカル、今日生オクラも、オクラって生オカラから奥さんもらったよ。3.8キロ、3.8キロ。だからちょっと小川ちゃんにちょっと休みの間、おからサラダ食べてもらう。休みの間の分を作っちゃかないけんと思って。モデルやけ、モデルやけ、うん、やっぱサラダ食べるよね。美味しいじゃろ。うんうん、これ野菜たっぷりするから。さっきのキャベツも使おう。野菜たっぷりするから、おばあちゃんやすのためにやす。おばあちゃん、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 うるせえ、ね、これでファンが減った、うちの。あ、今日来てくれちゃったね。誰が千の幸せの人。どなたやったかい。ちゆき、ちゆきさん、ちゆき、名前がなんか名字言っちゃったけど、ちょっとそっち覚えてないんだよね。下の名前の方を覚えてしまうだけ。京子ね、京子のこと、京子のこともやけど、
よう食べるねって言っちゃう。お母ちゃんはよう食べるねって言うたね。よし、じゃあね、じゃあね、お母ちゃん歌います。それでは聞いてください。うん、いい。おばちゃん、塩コショウとマヨネーズ。何一人がフレンチ食べるのか。誰のために作るよと思うと。恩着せがましい女。レタスとキャベツときゅうりとハム。かつお節も入れたら美味しいよね。助手、かつお節とごまもちょうだいと言うよね。それでは今日は先生、彩りよく、ほらこれ、あ、すいません、あの、かつお節とごまもちょうだい。かつお節とごまかつお節あったか、あったっけ。生オクラ、すごい体がいいからね。生オクラって言った、私オクラって言わんから大丈夫。ではちょっとあかねちゃんの分も作るから多めにするね、うん、そうだね。これに入れないし、うん、セサミも入れちょく。セサミ猫よ。よし、まだそういいよ、好みでいいよそれ、うん、好きな人いっぱい魚粉そう。これ何、2分の1カロリー。カロリーなんぼこれ、大丈夫。カロリーゼロ、これ。普通の黄色やから、カロリーゼロ。あ、ゼロのやつね。黄色はカロリーゼロだから。はい。あの、見た目はね、こう、グロテスクだけど、もう味はね、これ。これが一番ヘルシー、ヘルシーでもないからね、これ。よし。よし、オッケー、これでいいです、もういいです、もうじゃないじゃ完成しました。これでとりあえず晩ご飯もう、あ、これこれこれ、あ、これはあのトッピングした時に上にちょんちょんちょんって乗せるわ。これ豆腐ハンバーグとかね、うの花とか、はい、ちょっと炊いても美味しいですね。これで、みんなもうこれで晩ご飯持って帰って。なんか調味料が揃ってるとすぐお料理できるよね。ねえ。お母さんとおばあちゃんが。お母さん、お母さん、お母さん入っちゃってね。すいませんね、お掃除してもらって。後片付け。あ、中止なんで。これちょっと。これ見て、売り物じゃね、もうこれ売れるよ、これ前出せるんだ、これおかしい。これ前、こう動か、これもう、できたっけ、これまだ入れてないけど、よかったけど、もぐもぐしだしておきし。はい、では今日もお疲れ様でした。ここに業務終了って出る。あら、これなんで食べた、ポン酢、刺身醤油でよかった。はい、ポン酢いる。今日めっちゃシャリ大きくしてくれちゃうじゃん。ありがとうね、野口くん。メロンと架け橋のいちゃんのくれたフグをまた野口くんが握りにしてくれました。今日ご飯めっちゃ大きめにしてくれたんよね、文句言って私が。じゃあまずメロンかぶろ。メロンは、常岡さん、はい、ありがとうございます。みんな食べたけどさ、一回、うん、また便乗していただこうと思います。私がまだだったので、はい、あ、さすが、やっぱり仕事できるよね。きちきち、やっぱ違う、きちきちできる女だよ。
いただきます。お母ちゃん食べな、真ん中から切れてない切れてない、切れてない切れてないですよ切れてないけどここさ、だってさ、あ、切れちゃったよ、ほら、あ、こ、あ、こう、これね、よし、食べる、おいしい、おいしい。お母ちゃん、それスイッチ入っちゃうね、大丈夫だね。マイクです、食べよう。どんな味がするのかな。すごいね、ジューシー甘いの一周したね、うん、甘いのが一周してちょっとブラジルあたりに行ってる感じ、わかる？わからん、わかりたくないこれあれだ、うもうジュース銀座千引き屋、なんて言ったの、千引き屋、なんなんそれ、銀座千引き屋。お母ちゃん、あ、水だ、もう飲める、うん、ジュルジュルいいよすごいジューシー、聞かされる、あんな今日子痩せたね、昨日より増えてるよ、あんだけバリバリ食べて、うん、うん、親戚のおばちゃん、この前の、あ、会ってない、あの、あれじゃない、公民館でおったっけ、マイナンバーの時鼻水だ、あの、あれやろそうそうです、妊娠したしてないよ、お母ちゃん妊娠した、そう言われたことないやろ、おばちゃん、あるか、ない、ないか、うん、どんだけ変わっちゃうよ、うん、美味しいね、うまい、うまい、なんか発酵しそう、食べて、次行こう、もう一回ここにある、何も飲もう、スルッと入ったね、うん、うん、次のお母さん、ありがとうございました、お越しございました、では次、ごちそうさまでした、次のうちのお茶飲みをゴクゴクが聞こえちゃったね、うん、はあ、はあはあはあ、いいよのも聞こえたけど、うん、あれ有料やけ有料会議、有料コンテンツやったらあれじゃあね、車両目、どっちがいい、海鮮のタレと、なんで私こっちって、なんかあんのこっち、こっち美味しいよ、うん、あんまり食べたことない、そう、まあまあまあ、これで食べてみ、いただきます、はい、なんこれすげえでかい、見てこれ、前の方にすごい大きい、ありがとう野口くん、このシャリの大きさ、すごい入れたい、こっちが海鮮のタレ、なんかちゃんのちらし寿司に入っている海鮮のタレです、どう、どうなの、シャリが大きすぎてすごい、野口くんありがとう、あ、かけらしのあいちゃん、ありがとう、
すごいよ、量が、二人の。ほんとね。よいしょ、どっち行くの。うん、おいしいけど、あんまり気にならんね、この七味。うん、こんだけ返せちゃうのに。社長、いりますか、これ。おいしい。ふうやん食べれんのかな。なんか食べてみよう。うん、海鮮のタレで食べやすい。どう？あ、ペッパーもね。うん。甘め。七味と合う、こっち。社長いりますか？社長いりますか？おいしい。あ、やっぱペリペリくる。こっち、こっち。うん、そっちおいしい。うん、おがちゃん待って、それは別撮りするけ、また。おい、ちょっと一回。なんでそれ挟む、途中で。戻して。なんでそっち行きたがる？うん。シャリがさ、今日すごい大きくてさ、気をつけてね。ポン酢と海鮮丼のタレ、こっちは甘め。おいしいよ。フグよ。食べな。何食べた？おいしいと思わんけど。うん、ねぎり。おいしいね。食べな。淡白だよね。淡白だよね。おいしい？取ってないよ。もう一個食べ。もうこれで終わらすけ。うん。あ。もうこっちする？そっちする？こっちの方がちょっと酸っぱいかもしれない。おいしい？おいしい？うん。おいしい。フグってこの大きさが一番うまいね。なんでまだ取るんですか？取ってないよ。取ってないですよ。なんかその息をするようにそうです。取るわけないじゃん。あ、そっちの入り作戦よ。そこまで悪党じゃない。カム G 型に、G 型の男に見たりされたけ。やめてくれる？今それ言うの。あ、そうか。新潟の男。やめていいね。え、新潟、そうなの？おばちゃんもカメラワーク。おばちゃん何もつけん派な。最初はね。これ、奥さん買ってくれた今日お昼ご飯に。今更やけどちょっと。おばちゃんがね、これをちょいちょいつまむ方に何か。何かあって？何かあるたびに何か取ったと思ったらこれ、かじり出して。よいしょ。美味しかったね、フグ。竹橋のおばちゃん、ありがとうございました。かけへしのおちゃん、ありがとうございました。またください。美味しかったね、フグ。フグの握り。何を捕まった？ん？うまっ。まさかそれも食った。メロンメロン食べたよ。食べたよ。どんだけ食うんか、すげえねって。すごくないよね、装飾なのにね。そうよ、モデルよ。師匠、映してやる。全世界に映してやる。謝るなら今よ。
仕事ぶりを謝るなら今もう全然それさここじゃないけど面白くないじゃん。似合いますね2人ともね。似合う似合う、わんぱくだな。わんぱく、似合うよ。素晴らしい。おいいですよ。気持ち悪い。こういうなんかカメラ回るじゃん。うん、じゃあ全部脱がしていくんよ。あれナイスすぎでしょ。おいしい。おいしいな。食べるメロ。いやー、どうけか。はい。ああ、いい食いっぷりですね。もうそれでケチャップとかこう口につけとったらもう完璧。おお、わんぱく、いいですよ、いいですね。ああ、いい。わかりました。草薙剛がついてるよ、わんぱくも。わんぱくだから B 型の男に振り回されるのよ。振り回されてしまって今ね。そうやろ、知らず知らず乗ってしもうた。やろう。自分から悪い。B と O だったら、O の方が B が、B を好きじゃん。こうじゃん。うん。ね。じゃあ、大谷さん、何だろうな。AB。O よ。O。なんで AB に見えるんだろう。どういう？どういうって AB に見えた？いやいや、AB なんかなと思って。AB っぽい？あんまり血液量わかんない。血液型。ああ気にならん、占い。全然気にならん。本当。ああ、まあそうだよね。あくまで型だもんね。うん、なんかもう映ってないおばちゃん。あの頭が。どう？ハハ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 。それじゃあね、アジカンさんがね、美味しかったメロン食べたい、美味しく食べます、よかった。じゃあエンディングに行きます。はい、いつものお願いします。あ、ジョーク、あ、なんで逆したいの。なんでいつものな方に、なんで間違えたの。おばちゃんの下の名前は春馬です。お察しの通り春生まれです。あの、ね、あ、そう、名前を聞いたっけ、本名じゃないもんね、うん、春馬です。あのね、太宰府天満宮のね、菅原道真さんがね、読んだ歌から来ております。うーん、気になる人はググってみてね、春馬って出てくる。そんな、すごいね、意味ないじゃん。意味があるよね。なんで、それでは皆様、あ、今日いっぱい視聴者さんに来ていただいてね、そう、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。また来てください。お待ちしてます。お待ちしております。今日もグダグダタイムに付き合っていただきましてありがとうございます。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 それでは皆さん、1週間お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさいませ。おやすみなさい。おやすみなさい、お母ちゃん。有料コンテンツ。どっち行こうかな。どっち行く。向かうの。なんかもう